かわいすぎやろこれ、やばー、なんや、そうなるんや、やばいな、初めてって言ってんのに。これじゃあこれ、ブリのこれ、あ、チョコレートブリチョコ、あ、これ絶対うまいやん。ブリンタイン、ブリンタインですね。ちょっと、二人とも、あの、ひろみちゃん起こして。いや、いいよいいよ、いやいや、もうそろそろ撮影始めたいから起こして。出た、ちょっと起こして。いや、いいやすね。嫌な、いいの、もうしゃあないな、ちょっと、ちょっとひろみちゃん起きて。起きてるじゃん。はい、ゲッチャンネルズ始まるよ。イエーイ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 。こんにちは。あ、そうですね。よろしくお願いします。はい、本日はですね、はい、チャンネルズのお二人にバレンタインということでチョコレートを作ってもらいます。そうね、どれだますことないですか。ご飯作ったことない。チョコレートを作ったことないないっていうことです。で、私に作っていただくということで、二人の対決です。いきなり、いやいや、哲也はまだ料理したことあるっていうか、料理経験者。あ、料理はめちゃめちゃでしょ、うん、僕なんか多分卵かけご飯ぐらいちゃうんですよ。料理ちゃうけどったんですか。卵は割れるんだけど卵かけご飯は料理やろ。から入ったりするのかな。できるチョコレートでもなかなか大変なんじゃん。チョコレートは、思ってるよりも大変やと思います。一応女子なんで、チョコは作ったことあります。でも大変で、で評価は、評価は、お醤 D と、え、私戦うんですね。そう、やっぱり戦うわけ。なるほど、出来上がりの、そう、対決でございます。自信ないけど、まあまあ頑張るけど、まあ味より一緒ですよ、多分小賀さんとかそういうじゃあデコレーションもそういうのも、あ、そうそう、デコレーションと味と、うん、やっぱりなんかバレンタインって言ったら可愛さ、はいはいはい、見た目っていうのがすごい大事になってくるので、それをやってほしいなと思います。みんな想像するのわかんない。まあでもちょっとやってみますか。はい、ぜひお願いします。じゃあやってみます。とりあえずやってみよう。レッツゴー。はい、チョコ溶ける前のチョコね。そうです。なんかチョコレート溶かしてから要は固めてっていう感じですね。まあ型に入れる、まあ何を作るか知らないですけど、うん、2人が中に何か入れるか、うん、外に何かつけるかみたいな。そうです。それなりの機材があるんですか。じゃねえよ。日常にも入ってこない。おしょうが買ってきてくれてるやつはここにあるから。あ、できるよできるよ。いける、いける。この中のものも使ってる。だから思い思いにやったら、思い思いがないのよ。思いが一つもないのよ。ここは溶かす、あ、割る、溶かす、固くってこと、そう、溶けたやつを固める。今教えてくれてはる。あ、そうなんだ、ね、これを砕くんだ。薄いこんなやつ。まあもうそんだけちっちゃかったら溶けるけどね。あ、大体でも食べんのかい。大体だからうまい。なるほど。で、この中のものとか、あれやつを使うわけね。そうです。わかりました。じゃあやります。ありがとう。はい、見て見て。かわいいな。なんかダイスかもらったんけど。何のキャラクター？待って、知らん。かわいい。ドゥ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 。うん、ちゃんと仕事して。え、何してる？あ、二人が、あ、調べ出してる。調べ出してる。調べ出してる。見えてしまうと、なんか時間とかもいらない。なるほど。で、その間、まだ徹夜は調べてると。そうそう。サギとかね。せやね。グリチョコしようかな。グリって。一応用意されてる。用意されてる具材からね。私のボタン。グリチョコ。まず、まずこれで生チョコ。はい、生チョコはわかりますけど、測らないの？マジで大丈夫？ほんま大丈夫？以上ですか？これは予習通り。一応ね、はい、見て。ほいほい。可愛くない？
ヨガってなんかセンス。センス？センス。あ、センス。センス。いいよ。シャキーン。おう。なるほど。それで冷やしちゃうのね。食器量とかも事前にこう揃えとく。そうね。だいたいこう照り焼きとか作るときは。照り焼きなんやね。照り焼き。全部一で大丈夫。ああ、そうよね。テレビでもよく一体一体一って言うてるよね。砂糖とか今回チョコレート使うから。酒とみりんと醤油？酒、みりん、醤油、砂糖。なるほど。砂糖はどのぐらい入れたの？砂糖ちょっと多めやけど。冷蔵庫を開けします。まあ、1対1対1対1の感じでやって、でも今回ちょっとチョコ使うから、まあ、チョコの分も考えながらちょっと使うんですよ。なるほど。普段結構多めにするんですよ。で、これさっきやってたのグリ、これちょっとこれ水分浮いてきてるの分かります？浮いてきますね。これがまあ臭み、いわゆるドリップってやつです。はい。で、これをまあ1回流します。はい。ちょっとは仕事してインタビューそんなお菓子食べた後でチョコ味見できんようになんで、お腹いっぱいになって。せやで、誰か今魚をさばくみたいなのやってみる。かわいい。よく欲しいのが、だいたいこう照り焼き作るといって、だいたいこう焼くちょっと待って、スプーン加えながら撮影忘れた。え？撮影忘れとった。撮影とった。また再び溶かしてるの、チョコ。僕ね、もう今2品目いってます。あ、2品目いってるんか。早いですね。1品目ちょっと氷パチなんで。はい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 。冷凍庫で、冷凍庫で。冷凍庫もうちょっと僕の方が早いかなと思って。そうやね。もうこれはね、割とね、シンプルにいきますよ。あの絵面見てるけど、これ全然違うかな。痛い定時で。あ、そう、そういう感じなのね。はぁ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 、なるほど。これはもう肩入れるだけな感じで。そうですね。それでいきますか。あ、はい。あ、美味しそうだ、できてますね。これ今もだいぶとろみついてる。ブリテリちゃんやね、これ。ブリテリっすね。ブリテリちゃん。だいぶ、ええ感じ。あ、絶対。すごく魚のいい香りすんねんけどさ。うん。ブリテリ。あの、プリンのカラメルも同じ原理。そうやね。うん。ブリテリ。で、まぁ、あ、ちょっと焦げてね、この旨味を足していくっていう。じゃあ、揚げていきます。はい。これ冷えたらこれもチョコと一緒に固まってくるから。あ、もうすごい。めちゃめちゃうまそう。弁当サイズだね、これ。うん。まあ、もう間違いなくそれうまいけどな。これじゃあこれ、ブリのこの。あ、チョコレートコーヒー。ブリチョコ。ああ、これ絶対うまいやん。ただバレンタインですよね、これ。ブリンタイン。ブリンタインですね。マジでブリでいったん？はい。あ、すげえ。明日の昼ごはん絶対無理や。コーティングしたんやけどな。下も。あ、辛飯。そう、僕の理論なんですけど、うまいものとうまいものの掛け合わせはうまいんで。なるほど。チョコもうまいんで、これもちょっと掛けやすいんだけど。炒めて、でこれ絡めて、固める。え、でも今チョコ奪われてません？おい、あ、そんねん捕まって言った。あ、そんねん捕まって言ったからもったいないやん。何そんねん、お前。なんならこれちょっと待って。何なの、すごい。何そんねん、チョコの声。おい、ブリの皮入れるぞ。やめて、ブリ皮。ちょっと待って。え、ブリ皮さんでした。え、松川さんです。ブリ絶対いけるから。俺、10年寿司職人やってる。絶対いけるから。どうしてくれ。寿司職人、チョコ使わんやろ。やっぱり寿司職人や。もう全部いっちゃおうか。
まだカレー屋やから言うた方が良かったんちゃう。カレーはチョコ使うときあるもんな。おい！すきます、ごめんなさい。おい！ごめん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 。ほんまあかんで、お前ちょっ、わー、練り込んでるこいつ。いけるいける。絶対いける。いや、そうなの。さっきこいつぶり触ってました。こいつ。ほんまやろってんね。ブリチョコ、ブリチョコの香り。それ、いくらでしたっけ？14万5000円。ブリチョコまみれにしたいです。ブリチョコマシュマロまみれにする女。これだけで食べたい。もういいと思うよ。ここで一旦ここに認めます。はい。もうちょっと一応これはできます。うん。で、ここに。大丈夫。大丈夫、それ。ちょっとパラパラにはなれへんな。いや、苦がならへんか焦げて。いや、もう火切ってるんですよ。いける。あっちやつ入れる。何使ったの？ちょっとあの家にあの5本トラックあったんで。あ、ほんまや。これちょっとあのラムネチョコって聞いたことないからちょっと食べてみたいなと。なるほどね。これめっちゃうまいんで、まあ、これも簡単ですわ。こうやってもう誰でもできる。これでいきます。これがうまかったらあの努力とは何かねえやな。もうちょっと綺麗に置こうや。あとあとちょっとブリの匂いする。何やねそれ。ブリの香り入れたん。ちょっとブリエキス配合します。これちょっと冷やします。はい。え、ちょっと待って、めっちゃ綺麗に切ってんねんけど。すごー。え？器用。やばいやん。これ今からあのココアパウダーとかまぶしていきます。はーい。え、わあ、めっちゃうます。え、美味しそう。あの店でよく見ます。あー、すごい。そうなんや、そうなるんや。やばいな、初めてって言ってんのに。あ、これこれよ、初めてだから。あ、でもさ、めっちゃすごー。何してるんですか？僕今ブリチョコに注目してる。ちょっと待って、なんかさ、カレーライスみたいな感じで美味しそうには見えんねんけどさ。美味しそうやろ。何でしたっけこれ。もう一度言ってもらってますか？まあ、テツさんがそのココアパウダーでパウダーで最高しようかな。それ、まあ、本当は山椒の方がいいけどね。あのブリの照り焼きと山椒用が。でもまあちょっとこういう辛み出して。やばー。おしゃれ。シチューにしか見えない。今でもなんかこうフランスではもう日本食ってめちゃめちゃ人気やから。コース料理でも1枚、最低1枚くらいするから。やっぱフランス、パリとかこういうね、チョコレートとか洋菓子の方までしょ。でもそういうところで流行ってる日本食と、いやー、誰が試食するんですかね。怖いですね、それは。ですね、皆様、私がチョコを奪い取ってこうね、マリービスケットにマシュマロをつけ、マシュマロ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 、誰がマシュマロ、マシュマロ、マシュマロをつけて、マシュマロ、ちょっと可愛くしてみました。マシュマロ。あ、すごい。あー、盛り付けっていうかな、ラッピング。なるほどね、カラフルですね、これは。あ、すごい、すごいすごい。あ、いい感じ。試食タイム。いやいやいや、まず僕からやね。そうですね。おお、こんな感じです。いやー、見えるかなこれ。見えるかな。これは
ちょっとね、可愛く作ってみました。後でちょっとあの引きの方がいいんだけど、もらいます。お、可愛い。可愛い。紹介の方よろしくお願いします。すいません。はい、お願いします。お願いします。あ、うまい。これ。完璧よ。これ何やったっけ？生チョコと、あとその肩のあのキャラクターチョコにしてみました。このキャラクターなんだっけ？これね、オショウマックスって言うので、オショウを題材にしたディズニーのデーです。そうですね、はい、これなの？これすごーい、いいね、これ。オショウです。オショウか、いただきます。いただきます。うまい。で、ね、まあ、この肩チョコ、キャラチョコの方はね、あの、うん、ほんまにあのミルクチョコで、カジュアルに作りまして、ちょっとね、こだわったのが生チョコなんです。生チョコや、はい、美味しい、いただきました、はい、俺いただいてない。ありがとうございます。ありがとうございます。口どけ滑らかでございます、はい、よかった。次は哲也の番。よっしゃ、飲みます。僕もちょっとね、あの、頑張りましたよ。お待たせしました。こちらでございます。すごい脈動。カメラを持って、あの、こちらの物撮りしてもらって大丈夫ですか？僕のってことで、これはやばい。これやばいな。これはやばいよ。こうですね。まあちょっとみんな、あの、見た感じ何が何かわからん。チョコと卵じゃないですか。まあ、だし巻きはちょっと彩りでね、僕もずっとあの10年ぐらい和食やってたんで、うん、やっぱり和食とあのチョコの融合、あのやっぱりパリでもやってるんで、パリはもう洋食の本場なんで、そのまあ日本とパリの融合っていうわけで、このマリアージュを楽しんでいただきたいなと思います。マリアージュ出ました。これ食べるんですか？食べるの。あ、じゃあ僕行きましょう。ああ、はい、お願いします。ちょっとあえて言わないで、あの、当ててください。どんな、何どっから行こう、これ。え、ちょー結構いって卵うま、結構いって、彩りかい。じゃあ、じゃあ、じゃあ俺も当てやる。いや、結構いって行きたかったって、私、うん、まあ、僕のアドバイスだけど、これは一応最後に行っといた方がいい。え、ちょっと待って、全部食べてダメなの？もちろん。いえ、無理。これ4種類あるんですよ。まあ、出し巻き卵は彩りで、はい、もうほんま、あの、バラみたいなもんですよ。はいはい。で、まあ、これ。それ何なんですか？ちょっと有名です。と、あと、まあ、この丸いやつと、あとこの奥の溶岩みたいなやつ。溶岩、わからん。この道を、まあ、溶岩チョコって言って、あの、今流行ってます。あ、美味しそうだね。今日から僕の中で流行りました、溶岩チョコ。溶岩チョコって流行って聞いたことないですか？私、溶岩チョコだった。あ、溶岩チョコ。かぶるんでしょ？うん、かぶったね。このなんかお墓みたいな墓石を掴んで、あ、なんか、何が墓やねん。ちょっと待って、私のじゃないよ、これ怖いにいかの感じですよ。これなんか、じゃあ、これおにぎり型に作ったから、あ、手でいけるやつ、ね、そうそう、こういう感じ。あー、なるほど。じゃあちょっとウェットティッシュ、ウェットティッシュ、いや、ちょっと衛生上、下に置いておきます。溶岩チョコ行かせていただきたいと思います。でもちょっと待って、柔らかいね、これ。崩れたけど、うん、いける？ごめんなさい、なんか硬いと思ったら柔らかかった。なんか墓石みたいな、そんな。じゃあ行かせていただきます。いい感じだね。おしゃれで立てとんや。おしゃれで立てたんや。墓石。行かせていただきます。お願いします。行って行って。おお。うん。いけんの？なんすか？うん。これまずいやろ。大丈夫だ。え、なんか、でもなんか、まずいやろ。餅。うわーってなるやん。餅入ってんの？え、餅。柔らかい、溶岩と思ったら、ちょっと待って、なんか、ちょいちょいその卵、晩飯やから頼んでそうです。後味ニンニクなんやけど、何これ。まあそれ、なんていうんですかね、まあ、あとネタバラシはしますからね。どれいきます？これもう、それ選んだんですね。これ行くわ。これね、これまた安定、僕が一番安定やと思う。どう？サクサクしてる。何何何？失敗。失敗。ちょっと待って、ごめん、失敗に聞こえるから、そういう言い方やめて。出発。出発？どこへ？地獄に。もうこれ、僕がこのプレート持ってきた時点で地獄は始まってないから。ああ、やばい。じゃあ俺も行っていいかな。どれ行く？これでしょ。あ、それ行く？あ、ついに行くよ。地獄チョコ行く？行くよ。
これが一番僕はもう。これどうなんやろ。なんか見た目がさ。うん。リアクション大丈夫？リアクション。ブリテリやな。チョコの数ないっけ。チョコの感じあるけどブリテリやな。あ、分かるんや。うん、いやブリテリとチョコどっちかって。ブリやな。ブリ。一味。一味っすね。一味で完全チョコ消えてんだ。そうね。美味しい。じゃあ。てっぷりがてっぷりこぼれてんじゃん、ほらブリチョコスプいきます。一口うぜやんうぜやんうぜやんなんで大丈夫なんであの時にブリ買ってるやろ。ブリ勝ち、ブリ勝ち、ブリガチしとる。ここにいたらあかんやつがもここにいたらあかんやつがその場所におるのか。今日なんだろう。うん、ビデオに行くの。ブリ、そう、それ多分チョコだけやろ。そうですね、こっち行こう。でかいて。いけるでかいて。一かぶりで。いや、でかいて。あれや、これチョコ割合多いから。違う。いきますよ、いきますよ。いってくれ。何こっちこっち。いやー、いやー。おいしいって。ブリも喜んでる。ブリも喜んでる。まあちょっとね、あの、いや、じゃあ俺ちょっと七味強いなと思って。それがちょっとあの、あ、七味かや。七味強いな。ちょっとおしゃれぶったね。あとなんだこの、俺の墓標に縄張りなのみたいな。ちょっと溶岩チョコいってください。溶岩チョコ行こう。なんか餅チョコっていう。いや、餅チョコって食べたことない。行くで。餅な。ここにおったらあかんやつおる。あかんって。ちょっと待って、うまい、餅チョコやな。うまいんや。かけないの。何入れた。冷凍ちゃん。え、なんて冷凍のちゃん。あ、そうか、米入ってる。多分でもその餅チョコはいけるってことは、米に味付けがなかったら合うねんと思う。あ、そう、白米にチョコやと思ってる。辛飯っていうあのシリーズ。まあまあ辛い。ほんまやばい。だってここから進まへんだと思う。まあでもやっぱそう、いろいろ食べた後に卵食べてなるでしょ。あ、だから僕最後に残しとけ言うてた。なるほどね、めちゃくちゃ美味しい。なんかチーズ入ってるでしょこれ。いや、これマヨネーズ入れました。マヨネーズ入ってるの。はい、マヨネーズだし。多分。美味しいですね。これ、うん、ちっちゃ。これ食べてる。うん、それ美味しいんちゃう。ちょっと行きます。行ってください。溶岩チョコ。あ、ちょっとちょっと。いや、なんやろ。どう。あー、魚の匂いがするな。でも、そんな飛び荒らるほどまずくない。あ、いけんねや。うん。ちゃんと冷静に味わった。冷静に味わったらブリやんな。うん、ブリブリ。ほら。ブリやんな。人間知る。ブリブリ、僕もブリ。でもこっち、ヨーガも行こうよ。ヨーガ行きたくねー。行こう。行ける。ヨーガ行きますね。あ、わかるわ。餅チョコやね。うん。チョコやけど、で後でめっちゃ辛いやん。あ、そうそうそう、なんか後味がなんかガーリック
ニンニクっぽい感じがするんだけどね。なるほど。うん、タオルどうなの？俺まだ食べてない。どうだ、味変してるやん。卵うまい、卵はうまいやん、これはうまいやん、間違いなくない。よ、これはラムネ、ラムネチョコ。あ、でもね、ラムネはまだやっぱマシや。お菓子とお菓子は合う。お菓子や、うん、あ、やっぱそれまだ大丈夫、まだ大丈夫。いや、そんな美味しそうな顔してないよ。決して美味しくない。喧嘩してんねんけど。喧嘩してる、うん、味が美味しくない、美味しくない。ちょっと言って、うん、これまだそれ言ってないやけど。まあまあ、おかしいですね、うん、いや、ありやろ、うん、お前ちょっと一つちょうだい。ラムネだけでええよ。めちゃめちゃ好きやけど、これ、うん、おかしい。なんかよくあんもん、こういうのなんかベリー系のチョコみたいな、うん、あ、酸味ある。酸味とね、うん、うまいうまい。まあね、どう、なんかラムネに到達してない、うん、なんでラムネまで到達してない、うん、うん、そんなチョコあるんですか。チョコ層チョコ層が今だってチョコ層今全部外れた上でラムネに来てるから。舐めてる、舐めてあるわ。なしてるわそこで、うん、え、僕のこと舐めてますん。カメうん、いった、チョコとラムネ。いや、これは全然ありやな。この溶岩チョコに比べたら全然いけるわ、うん、やっぱり溶岩チョコ俺一番まずいな。いや、まずいな。普通にまずいやん。多分これ誰かまずいと思うんだよな。ブリチョコはまだブリが強かったと思うんやけど、うん、ブリはいけるわ。だってチョコって結局甘みと苦味じゃないですか、うん、だって照り焼きも甘みと苦味が入ってるんですよ。そう、だから普通やったと思うてくれ。溶岩チョコはなんか辛飯っていうなんか辛いニンニクチャーハンみたいな、炒めた後にチョコと絡んだけど、だってニンニクチャーハンの中に苦味と甘みないもん。うん、いや、普通にまずいっす。それが感想。何言ってるか分かんないっす。だから食感も悪いしな。もう悪いよ、全部悪い。見た目、食感、香り、味、全部うわ。でもこれ高級フレンチで出てきたらどうする？さっきのあのブリのブリチョコ。いや、俺もう高級、無理やわ。高級でもまずいもんはまずいやん。無理やわ。無理な。無理やわ、無理やわ。もうバレンタインのトラウマやな、これ。トラウマか。英語、ええ思い出やん、それ。トラウマでございました。まだ来年もやろうな。やりますか。やります。これ、うん、家で作ってきたやつやけど。家で作ったん。なんかおしゃれだよ。はい、これ食べて。で、肩はさっきてっちゃんが作ってた猫ちゃんと一緒やねんけど、キャンディーボーさん、中を生チョコにしてコーティングをチョコレート、うん、これあの、いや、これ簡単にそれ売ってただけ。猫出てきました。猫と肉球。あ、猫の手やわ。あ、肉球出てきたの。みんな肉球。はい、みんな肉球。あ、全部一緒や。あ、当たりやろ。じゃあいただいていいですか。で、反対側ね。いただきます。てっちゃんも食べてる。あ、ありがとう。なんか、中柔らかい。ほう、だからさっきの溶岩チョコと一緒よ。違うやん。何かしらって。うん、おいしいよ。2層になってるよな。うん、なんかしかも中になんか、うん、何やろこれ、酒の味すんな。うん、うん、うんね。いやいや、はい、めっちゃおいしい。ありがとう。中なんでこんな柔らかい。中は生チョコ、外は普通のチョコレートで。中柔らかくてすごいカリ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 。たこ焼きやん。せやな。誰がたこ焼きやん。たこ焼き。見た目の話。誰がたこ焼きやん。フォルムが。結果発表、はい、イエーイ。今日はあのー、初めてですね、てっちゃんねるずの2人がチョコを作っていただいたということで、うん、あの試食させていただきました。ありがとうございます。はい、はい、どういたしまして。はい、めちゃめちゃ頑張りました。うん、めちゃめちゃ頑張りましたね。めちゃめちゃ頑張りました。え、どうでしたか。自信のほどというか、作ってみてどうでしたか。私ですか。私は初めてチョコを作りました。もうはっきりしゃべれ。全然聞こえへん。まあ楽しかったということですね。はい、
誰めちゃめちゃ低音響かしてくるやん。自信のほどはありましたか。いや自信もないよ、僕はもう常に実験ですからね、日々挑戦と言いますか。なるほど。なんかこう分かりきったことをやっても面白くないんで、だから僕はもう、今回は日本とフランスの、洋菓子と和食の融合ということでいろいろ挑戦させてもらいました。全部失敗に終わりましたけど。失敗なんですね、うん、失敗成功のもから。そうですね、やっぱりこれ生かしてね、チャレンジしないっていうことが、そうだ、もう人生の失敗なんですよ。結構ね、うん、だからね、ヒロミ、お前ないつもな、私怖い、チャレンジっていうのはな、お前な、私ですか、怖い、なんか違う、座れそこ。和尚どうでしたか、二人のチョコを食べて。いや、もうチャレンジしたのは哲也かなって。あそのままね。やっぱチャレンジを評価したいなとは思います。チャレンジ評価制でしたっけ、今回。チャレンジ精神、美味しいとデザイン性というか、そのおしゃれ性じゃなかったでしたっけ。じゃあそれで言ったら、前田さんの生チョコ、前田さん、てっちゃんの生チョコはめちゃくちゃ美味しかった。美味しかったね、口で受けよかったね。アート性で、見た目で言ったら、そう、てっちゃんの、そうね、何、ダリあたりが見たらもう絶対評価こっちゃった。あー、そっかそっか、っていうのですね。なるほど。なので、勝敗、何、勝ち負け、勝敗って言ったらいいの、何、どっちでもいいよ、いいよ、合ってる、勝敗で、勝敗でいいよ、勝敗でいいよ、勝敗っていうのがちょっと私はつけられませんでした。OK。が、和尚 D はどうでしたか。俺か。いや俺のチョコが一番美味しいやろ。確かに前日から、この撮影の前日から自分の家で作っていろいろ試食してきたから、確かに。いやほんまそうやね。俺もうめちゃくちゃ今甘いもの食べたくないもん。いやもう無理。これ多分今な、昨日今日で俺 200g ぐらいチョコ食ってんの。ほんま食うてんな。食うてるで、ほんま。もう1年間分ぐらい食ってんな。ほんま。もう今塩舐めたいもん。いや、わかるわかる。なんかもう塩魚食いた。塩魚。ブリや。ブリや。まだ一切残ってるけどね。サンマにもうブリやって。いや、もうやめてほしい。サンマにもう無理やって。ブリや。魚だけ。今やめてください、もうそうなの。ブリでいきましょう。ここは。お後がよろしいよ。そうね、はい、今回こういうことでちょっといろいろ挑戦させていただきました、はい、楽しかったですよ、作る工程は。でなんとか形になって、溶かしゃの固まるっていうチョコ、はい、様々でございました、はい、また料理でまた何かやりましょう。そうですね、料理楽しいですね、僕もちょっと料理頑張っていきたいと思います、いろんな人に食べてもらって、これからも頑張っていきます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いつもありがとう、バレンタインチョコです。どう、あれじゃないですか、ベイマックス。そうそう、いいよね、いつもありがとう、バレンタインのチョコレートです。いつもありがとうございます、もらってください。やった、一番乗り、イエーイ。ケニさん、日頃の感謝です、ありがとうございます。何それ、やめて。ありがとうございます、いつもありがとうございます。いつもありがとうございます、感謝の気持ちです。ありがとう、やめてやめて、何も入ってないからやめなさい。バレンタインということで、お渡しさせていただきます。あ、ごめんね、ごめんなさい、ちょっと通ります。ゆうへさん、え、マジで、さん、バレンタインの、はい、バレンタインです。こいつ何のあれっす、男にもないっす。開けて開けて開けてみて、開けていいよ、開けて、え、開けて、中までしっかり見てね。わー、で、これね、ゆうへくんにでね、下も見て、下も、下も見て、そう、ちゃんと見て、2段が、下が一番大事やね、2段とこなってんの。そう、もうそれ落としてくれたり、うん、
ってか、まだ俺を若干下がってるやん。わ、20! 2段底に、ありがとうございます。こちらこそ、いつもありがとうございます。やった。じゃあ、じゃあよかった、ありがとう。ありがとう。